どうもはずむです。本日はですね、僕がセレクトショップダンとして別注をかけて制作したこちらジャランスリバヤの革靴についてご紹介していきたいと思います。前回ですね、一度コードバンシューズを別注で制作させていただいたことがあるんですけども、あちらに関しては、ジャランスリバヤのブランドである、定番の形に、以前使われたことのある革であるコードバンをこうミックスさせたみたいな、どちらかというとこうちょっとライトなカスタマイズをした別注だったんですけども、あちらが本当に大好評で、今回は第2弾として自分が履きたいなと思う形で別注を制作いたしました。木型から革、アウトソール、あと内装に至るまでですね、全て僕の方で決めさせていただきまして、今までのジャランスリバヤでは出たことのなかった本当にオリジナルの形になっております。その証としてですね、こちらにですね、モデルの番号と段の文字が入っております。今回制作した革靴が、こちらでございます。こちら段別注サラリーマンスクエアトゥーシューズでございます。商品名にもなっている通りですね、今回スクエアトゥーのラストを採用しております。ここ最近はメンズのいろんなブランドでもスクエアというのブーツが出てたりするんですけども、どちらかというと結構こう真四角型で、マルジェラとかの感じに近いとは思うんですけど、今履きたい気分としては、もうちょっとこう丸みを帯びた履きやすいスクエアというだったので、今回はですね、真四角のスクエアというではなく気持ち程よい丸みを帯びた、セミスクエアというを採用しております。そしてアッパーのデザインとしてはサイドゴアのローカット仕様になっております。こちらですね、サラリーマンのおじさんが履いていそうな脱ぎ履きのしやすい革靴、合皮なのか本革なのかはちょっと定かではないんですけども、なんかそういうイメージがあったので、その脱ぎ履きのしやすい革靴から、それをどうやったらこうかっこよく見せられるかどうかっていうのを考えて、今回デザインしたのがこちらの形でございます。アッパーにはですね、フランスの老舗タンナーの上質なカーフレザーを使用しております。こちらですね、履き込んでいくと、どんどん味が出ていくという、経年変化を楽しむことができる素材になっております。そしてアウトソール、こちらにはですね、イギリスのリッチウェイソールというソールを使用しておりまして、こちらは JM ウェストンであったりとか、パラブーツなんかにもこう使われているソールなんですけども、とてもグリップ力が高く、どんな路面でもとても歩きやすいというのが特徴でございます。僕の大好きなウエストンのゴルフにも使われているソールなんですけども、本当にこう悪天候でもガシガシ履いていただけるような、タフな仕様のソールでございます。ソール交換などしっかりとお手入れをしていただければ、末永くご愛用いただけるような革靴に仕上がっております。そしてインソールにはこちらサラリーマンシリーズのオリネームがついております。なんかこうちょっと靴の量販店に売っているような、その革靴、おじさんたちが履くような革靴、その辺のイメージにしたかったので、こちらのオリネームを採用しております。サラリーマンシューズという名前なんですけども、決してビジネスシューズというわけではなくて、本当にオンオフ問わず毎日ガシガシ履いていただけるような万能な一足に仕上がっておりますので、普段革靴を履かないという方にはですね、ぜひ試していただきたいです。でこちらの気になるお値段なんですけども、税込みで 39,600円です。で10月の13日水曜日からですね、ルミネエスト新宿さんの地下1階ですね、JR の新宿駅東口の券売機があるんですけども、その隣の催事区画の方でセレクトショップダンのポップアップストアを開催することになりました。で今回はですね、そちらの開催に合わせて、こちらのサラリーマンシューズも発売開始させていただきますので、気になった方はぜひルミネスト新宿、またはダンの中目黒、またはオンラインショップにてチェックしていただければなと思います。はい、ということで本日はジャランスリバヤに別注をかけて制作したサラリーマンスクエアトゥーシューズについてご紹介いたしました。少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。